どうもこんにちは、しゅんじです。今日はこちら、じゃじゃーん、ポケットトミカお片付けパトカーを見ていきます。ポケットトミカを収納する大きなパトカーですね。それでは箱から出して見ていきます。じゃ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 ーん、はい、おっきなねパトカー出てきました。シール貼ってないんで、まだちょっとねかっこよくないんで、付属してたこちらのシールを貼ります。はい、ドアの部分にシールを慎重にペタッと貼って、反対側も同じように警視庁のシールをペタッと貼ります。3番はトミカのシール、これはナンバープレートですね。出たー。次はこの警察のマークですね、ラジエタグリルの真ん中にペタッと貼ります。5番の警視庁のシールは後ろトランクの上にペタッと、よいしょ、真ん中あたりに貼って、最後6番のシールは、パトカーの中ですね。一番前がロックになってるんで、ロックを解除してパカッと開けます。開けてパトカーのボディの内側ですねの一番前のところ、ボンネットのところら辺にペタッと貼ります。よいしょ、シールの方貼り終えました。前ねヘッドライト、あとねこの前の赤いランプ、これがねクリアのパーツでできててかっこいいですね。横はこんな感じで、大きなね警視庁の文字が書いてあって、ホイールはノーマル形状のホイールでくるくる回るようになってるんで、下に置いて手転がしで遊ぶことができます。はい、後ろもね、テールレンズ、これクリアのパーツでできてるんでね、かっこいいですね。2本出しマフラーになってて、反対側のサイドこんな感じです。上から見るとこんな感じになってて、屋根にはかっこいいね赤色灯がついてますね。通常トミカを直すビッグお片付けパトカーの86と大きさを比べるとね、これね変わんないんですよね。変わんない、大きさ変わんないです。幅もポケットトミカ用の方がもしかしたらね大きいかもしれませんね。高さもねポケットトミカ用の方がね少し高いです。長さはね同じぐらいですね。それでは一番前のロックを解除してパカッと開けてね中を見ていきます。パカー、はい、中は1台2台3台4台5台6台7台入って、ボディの蓋の方ですかねのところにも内側にレバーがあるんで、レバーを上げて透明のねカバーを開けると、ここにねトミカを収納することができるようになってますね。いっぱい入れちゃうとね傷がついちゃいそうですよね。仕切り板欲しかったですね。それではここにポケットトミカ直していきましょう。これは RX8 のパトカーですね。パトカーをセットして、結構ねスペースには余裕があります。次はこちらですね、トラックをセット。次はこちらミキサー車をセットして、その横にはこれバスですね、バスをセット。この2台はねポケットトミカじゃないかもしれないです。次に、こちらねプリウスをセットして、残り2つですね。またまたちょっとねパトカーになっちゃうんですが、これはクラウンマジェスタのパトカーをセット。最後ね消防庁って書いたこちらねアルファードをセットします。はい、収納するとこんな感じになりました。でカバーの内側ですね、ここはですね仕切り板がないんで、こう入れちゃうとこんな感じになって、透明の蓋を閉めてロックをするとこんな感じです。仕切り板がないんで動いてね傷がついちゃいそうなので、いらないものなんかをね入れとくと、いらないものないですけどね何か小物を入れるのにいいかもしれません。これねポケットトミカじゃなくて通常版のトミカを入れようとすると入らないですね、やっぱりちょっと狭いです。はい、セットが終わったら上のカバーを下ろしてロック、はい、これで収納完了です。ちなみにね、ビッグお片付けパトカートヨタ86をパカッと開けると中はこんな感じになってて、やっぱりポケットトミカ用よりかは大きくなってますね。あとボディの内側にあるこの収納スペース、ここには仕切り板がねちゃんと
ついてるんですよね。これ3台セットすることができます。これが欲しいんですよね。こっち側も今回はポケットトミカを収納できるお片付けパトカーをご紹介しました。意外と作りが良かったんでね、びっくりしました。僕今回これネットで買ったんですけど、クレーンゲームの景品なんかでも入ってる時あるんで、またよかったらぜひね、チャレンジしてゲットしてみてください。それでは今回はこの辺で、じゃあまたね、バイバーイ。